はい、それじゃあね、今回は回答番号3番のね、回答解説をしていきます。早速ね、問題文読んでいくと、図1の重毛表面の細胞に存在する酵素に関する、次の文章中の空欄、うと A に入る語の正しい組み合わせは次のうちのどれか、回答番号は3ってことですね。はい、じゃあもう読んでいきましょうか。小腸の中のような常温常圧ほぼ中性という穏やかな条件の下で化学反応が円滑に進むのは酵素の働きによるものであるというわけですね。ああ、そうなんだと。ね、知らなかった人は、ああ、そうなんだと思うはずですね。はい。化学反応っていうのはね、極端なところで基本的に起きるんですよ。めっちゃ熱いところとかね。めっちゃ酸っぱいところ。まあ酸性のところってことですね。で、めっちゃ苦いところ。めっちゃアルカリ性ってことですね。まあそういうね、なんかちょ極端なところでね、化学反応、あとはね、めっちゃ圧力高いところとかね、そういう極端なところで化学反応っていうのは基本的に進むんですけど、この酵素とかね、まあ無機触媒、二酸化マンガみたいなね、ああいうの、触媒っていうんですけどね、そう、全体総称してね。で、触媒があると、ね、化学反応がね、まあ割と穏やかな条件でね、進んでくれるんですね。はい。で、このところ、続き読んでいきましょうか。食物として取り込んだ炭水化物、タンパク質など、図1の重毛表面の細胞に存在する酵素が細胞内に吸収できる物質に分解する。このように、酵素は穏やかな条件の下で化学反応を円滑に進め、化学反応に対し、繰り返し何とかするってことですね。はい。ね、触媒ですよ。化学反応に対して、ね、化学反応、これですね、こう。まあ、酵素に関しては、ここ全部書いてあるんですけど、まあ、ちょっと一番下だけ先言いますね。触媒、ね、酵素っていうのは生体触媒って言われて、触媒っていうのはね、自身は変化せず化学反応促進ってことですよ。ね、自分自身変化しないんですよ。ってことは、何回も何回も同じことできるんじゃないですか。ね、化学反応促進っていうね、アル化学反応促進っていうのは何回も何回もできそうですね。だから何回も何回もね、繰り返し関わることができるんですね、化学反応に、ね。ということで、関わるっていう、関わるっていうのがね、上に入ってるやつ、1から3のどれかですね。はい。で、酵素の主成分は何ですか？タンパク質ですよ。ですから、関わるタンパク質っていう選択肢の塊になっている1なんですね。回答は。はい。はい。ちょっとこの番章説明していきますね。じゃあ、次に、まとめということで。はい。酵素っていうのは、ここに書いてある通り、タンパク質でできてるんですね。で、タンパク質でできてるから、ね、タンパク質ってはね、複雑な立体構造を持ったじゃないですか。一次構造、二次構造、三次構造、四次構造、みたいなね、感じで、立体構造を持ったじゃないですか。その正しい立体構造で、ね、機能するんですね、タンパク質がね、はい。で、この正しい立体構造をぶっ壊す要因として、熱とか、ものすごく、酸っぱいところとか、酸性のところとか、ものすごく塩基性のところ、アルカリ性のところとかね、そういうところが、にさらされると変性してしまう。ね、アミノ酸、タンパク質のね、その構造をね、構造を作ってる結合がブチブチに切られてしまって、変性してしまって、機能を失うのを失活って言うんですね。で、変性して、機能を失う。失活するってことですね。はい。で、酵素には三大特性っていうのがあるんですね。めっちゃよく出てる三大特性ね。三大特性。基質特異性、最適ペーハー、最適温度っていうね、この三つがあります、ね。で、この三つはね、しっかりと頭の中に置いて、ね。この基質特異性っていうのはね、鍵と鍵穴の関係とか言われてね、アミラーゼはデンプンをバクガトに分解しますよとかね、ペプシンはタンパク質をペプチタ、ポリペプチドに分解しますよとかね、まあそうなりますよね、そういうやつです。ね、で、最適ペーハー。最適ペーハーはね、まあ口の中のね、まあ中性の条件でよく働くアミラーゼとかね、まあ胃の酸っぱいところで働くペプシンとかあるわけですね。で、最適温度はだいたい37度から40度ぐらいですね。はい。まあ、体温ぐらいですよ。体温ぐらいの感じだと思ってください。で、酵素っていうのはね、まあ、さっきも言いましたけど、生体触媒っていう別名を持っていて、ね、この生体触媒っていうのはね、まあ、これ生体触媒、触媒っていうのはどういうことかなってね、自身は変化せず化学反応を促進するっていうのを触媒っていうんですね。で、酵素っていうのはさっき言ってた、でんぷんを爆発に分解するとかね、タンパク質をポリペプチドに分解するっていうね、そういう化学反応を促進してるわけですよ。だからまあやっぱ触媒だなと。で、この酵素っていうのは体の中にあるからやっぱ生体触媒っていうんですね。で、一方この生体触媒っていうのは体の中にあるんですけど、体の中にいない触媒って皆さん知ってると思うんですよ。二酸化マンガンね。過酸化水素の中に二酸化マンガンぶち込みました。どうなりますか？酸素ブクブク出ますっていうの知ってますでしょ？ね、あれ。ああいうね、二酸化マンガンみたいなやつは生体触媒って言わずに、無機触媒って言います。無機触媒。ね、無機触媒、会場を勘違いとく？無機、うわ、感じだるっていうのはなりますけど、はい。無機。
無機触媒ね、あ、この触媒、無機触媒、ね、で、今そういう二酸化マンガみたいなのね、はい、まあそういうのもあるんだなと。ね、この触媒っていうのはね、穴埋めで答えさせる問題が過去にね、出てたので、これ高卒認定で出ていたので、まあもしかしたら出るかもしれないのでね、まだ一応押さえておきましょう、はい。で、ここ、今回ね、青色とかなんか赤色で分けて書いてるんですけど、この青色で書いてある部分、これタンパク質とかね、酵素がタンパク質でできてるよとか、変性して失活しますよとか、酵素基質特異性、最適ペーパー、最適温度、生体触媒とか、化学反応、酵素自体はね、自身は変化せずに化学反応促進しますよっていうのは、生物1でも出てたんですけど、生物基礎になって、立体構造っていうね、まあ、1次構造、2次構造、3次構造、ね、ガチャガチャガチャ、立体構造、みたいなね、ああいうあのその立体構造っていう言葉が正式にちゃんと出てきたので、まあ、この生物基礎のね、この高卒認定でもしかすると、この立体構造、問われる可能性があるので、しっかりとね、この立体構造っていうワードはね、押さえておくようにしましょう。はい。それではね、これで、回答番号3番か。回答番号3番の回答解説を終わりにして、次回はね、回答番号4番のね、回答解説をしていくので、次の動画へ行きましょう。